はい、5時その瞬間はですね、街の方がスマートフォンでどんなお言葉だったのかというのを確認される様子が見られました。そして街の方にお話を伺いますと、30代の女性はですね、お疲れ様でしたと言いたいと、症状として災害のお見舞いなど本当に頑張っていただいた、ゆっくり過ごしていただきたいとおっしゃっていました。そして50代の女性はですね、30年間平和だったのがどれほどありがたいことだったのか、陛下の言葉を聞いて改めて思いましたとおっしゃっていました。さらにですね、こちら渋谷は、平成の流行が次々と生まれたり集まったりする場所ですよね。ということで平成の最後写真に収めたいとわざわざいらっしゃってる方もいらっしゃいました。皆さん平成に賑わった場所で過ごすことで平成の思い出をかみしめたいのかなと感じました。